アーネスト・ウィリアム・ホーナングは、イギリスの小説家、詩人であり、19世紀後半のロンドンを舞台とする、怪答、A.J. ラッフルズのシリーズ本を出したことで知られている。ホーナングは、アッピンガム・スクールで教育を受けた。健康状態が悪かったために1883年12月に、学校を離れ、シドニーに旅して2年間滞在した。このオーストラリアでの体験を元にして、 まず短編小説、後に中長編小説の執筆を始めた。1898年、犯罪の鎖でを表し、ラッフルズとその相棒のバニー・マンダースを導入した。その登場人物の造形は友人である作家、オスカー・ワイルドやその同性の愛人で、作家アルフレッド・ダグラスに一部が寄っており、またシャーロック・ホームズとワトソン博士の影響も受けている。 ラッフルズの短編シリーズは1899年に一冊にまとめられて販売され、さらに2冊のラッフルズ短編集が続いた。その後小説も出したが、あまり受けは良くなかった。ホーナ南具は、ラッフルズのシリーズ以外にも多作な作家であり、1890年のヤブから現れた花嫁から1914年の犯罪博士まで多くの著作を出版した。 第一次世界大戦のためにーナングの創作活動が止まった。息子のオスカーが1915年7月の第二次イーペルの戦いで戦死した。ーナングはまずイングランドで、その後フランスで YMCA の活動に加わり、食堂と図書館の運営を助けた。戦中に詩集2巻を出版し、戦後にさらに首都フランスで過ごした時代の回想録。 西部戦線のキャンプフォロワーの記録を合わせた本を出した。フォーナングの壊れやすい体質は、戦時の労働のストレスによって、さらに悪くなった。健康を回復するために、フォーナングとその妻は1921年に南フランスを訪れた。その道中でインフルエンザにかかり、1921年3月22日に苦心だ。54歳だった。 ホーナン具の作品の多くがそれほど評価されていないが、ラッフルズのシリーズは人気を保ち続け、多くの映画やテレビ映画に本案された。ホーナン具のストーリーは犯罪よりも広い範囲のテーマを扱っている。科学と医学の発展、犯罪行為、階級と社会における女性による不平等な役割を検証した。その著作のかなりの部分を占めている二つの意図は、 オーストラリアとクリケットである。クリケットについては、ホーナングが生涯愛好したものである。ラトランドのアッピンガムスクール、ホーナングはこの学校在学中にクリケットを愛好するようになったアーネスト・ウィリアムホーナングは1866年6月7日、イギリス、ミドルズブラ、マートンのクリーブランドビラで生まれた。幼い時からウィリーと呼ばれていた。父は、ジョン・ピーター,ホーナング。 母はハリエットであり、その三男、八人兄弟の末っ子だった。父のジョンはハンガリーのトランシルバニア地方で、ジョン・ペトルスホーナングとして生まれ、ハンブルクの輸送会社で働いた後で、1840年代に石炭と鉄の商人としてイギリスに移ってきていた。ジョンとハリエットは1848年3月に結婚し、その時までに名前を英語化していた。 ホーナングは13歳の時にダムフリースシャーのモファットにあるセントニニアンズプレパラトリースクールに入学し、その後の1880年にアッピンガムスクールに入った。ホーナングは学校でかれ、また修正愛好するクリケットと出会ったが、その技巧については限界があった。さらに視力が悪く、喘息もあったので、うまくはならなかった。ホーナングの電気作家、 ピーター・ローランドによれば、全体に病弱な状態が続いていた。ホーナングが17歳の時に健康が悪化し、アッピンガムを離れて、オーストラリアに旅した。家族は、そこの気候がホーナングの健康に良いことを期待していた。ホーナングは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州南西部、リバリーナのモスジールで、パーソン付けの家庭教師に雇われた。ここで教えることに加えて、 奥地の羊小屋で働き、週刊誌ザ・ブレティンに記事を寄せてもいた。この頃最初の小説となるものを書き始めていた。オーストラリアではわずか2年間を過ごしただけだが、ローランドによれば、その経験は彼の人格を形成し、作家としての経歴を始めさせることになった。別の電気作家マーク・バレンタインは、ホーナングが、 その人生の中でも最大級に満足できる時代だとみなしていたと思われると記している。ヤブから現れた花嫁、ホーナングの処女作、作法に関する上品なコメディホーナングは1886年2月にイングランドに戻り、その年の11月に父が死んだ。父の石炭と鉄の事業は比較的繁盛していたが、困難な時代を経て、その死の時までに、 財政的に厳しい状況になっていた。ホーナングは、ロンドンでジャーナリスト及び物語作家としての仕事を見つけ、筆名で作品を出版することが多かった。ただし、1887年に自分の名前で最初の作品であるゴのストロークを雑誌ベルグラビアに投稿した。ホーナングがジャーナリストとして働いたのは、切リサキジャックや、 連続5件の殺人が起きた時代であり、ロンドンで都市型犯罪が増加していた背景に対して出てきたものだった。ホーナングが犯罪の挙動に興味を広げたのはこの頃だった。1890年7月から11月、ホーナングはオーストラリアから持って帰った小説の原稿に手を入れ、ヤブから現れた花嫁を雑誌コーンヒルマガジン25章で掲載した。この作品は 同年、初めての単行本としても出版された。ローランドが、毅然として、上品なコメディと表現した、この小説は、オーストラリアに関する知識を背景に使い、オーストラリアの花嫁が、イギリスの社交的振る舞いを検査する工夫がなされていた。この小説は、批評家からよく受け入れられた。1891年、ホーナングは、クリケットクラブのアイドラーズのメンバーになった。 そのメンバーには、アーサー・コナン・ドイル、ロバート・バー、ジェローム・ケイ・ジェロームが入っており、ストランドのクラブだった。ホーナングは、ドイルの妹であるコンスタンス・コニー、エメーモニカ・ドイルとポルトガルを旅した時に出会っており、知り合いになっていた。コニーについては、ドイルの電気作者、アンドリュー・ライセットが、ラファエロ・ゼンパの外観、ドイルの娘たちの中で最も求められた人と、 魅力的な存在だったと述べている。1892年12月、ホーナング、ドイル、ジェロームが、スコットランドヤードの、黒の博物館を訪れた時までに、ホーナングとコニーが婚約していた。1893年、ホーナングは2作目の小説、チッポケならトレルを、CAMD に検定した。二人は1893年9月に結婚したが、ドイルは、 結婚式に出席せず、ホーナングとドイルの関係は、こじれることがあった。1895年、ホーナング夫妻には、一人息子のアーサー・オスカーが生まれた。そのファーストネームはドイルから取っており、ドールはアーサーの名付け親になった。ミドルネームはおそらく、ドイルとホーナング双方の友人である、オスカー・ワイルドから取られており、通常呼びかけに使われたのはこのミドルネームの方だった。 1894年、ドイルとホーナングは、摂政皇太子時代のボクシングを主題に、俳優ヘンリー・アービングのための戯曲作りを始めた。ドイルは、当初熱心であり、手付金としてホーナングに50ポンドを払ったが、第一幕が書かれた後に身を退き、この作品が完成されることはなかった。ホーナングの二作目、ちっぽけなら取れるは、第一作目と同様に、 オーストラリアを背景にしており、やはりオーストラリアの女性が文化的に異なる環境にあるという設定を使った。オーストラリア人というテーマはその後の4作品、タルンバのボス、招かれざる客、イラリーの犯罪者、悪巻の3月にも共通している。その中の4作目で、オーストラリアの囚人輸送システムについて書き、犯罪挙動の背後にある動機に魅力を感じるように、 なった証拠を示し、事件の犠牲者として、犯罪の英雄に対する念入りな同調心を見せていた。一方、イラリーの犯罪者は、オックスフォードで教育を受けた、オーストラリア人回答、スティンガリーという人物を導入し、フォーナングの電気作者スティーブン・ナイトによれば、肯定的な犯罪の人物に、伝統的な反応への疑いを投げている。ラッフルズのシリーズで最初の話、雑誌、 カッセルズマガジン1898年6月号に乗った1898年、ホーナングの母が72歳で死に、ホーナングは見知らぬ誰かと題する短編シリーズを母の記憶に捧げた。その年、後半、ホーナングとその妻が6ヶ月間イタリアを訪れ、ポシリポに滞在した、その場所に関しては、コーンヒルマガジン1899年5月号の記事に出てくる。 ホーナング夫妻は1899年初期にロンドンのウェストケンジントン・ピット通りの家に戻り、その後の6年間はそこに住んだ。小説の登場人物スティンガリーは1898年にカッセルズマガジンに掲載した6編の短編シリーズで使った人物 A.J. ラッフルズのプロトタイプだった。この人物はケンブリッジで教育を受けた犯罪学者であり、 クリケットでも才能があったジョージ・セッシル・アイブスがモデルであり、ラッフルズと同様に、メイフェアの紳士のみが入居できる住まい、オールバニの住人だった。このシリーズの第一話、犯罪の鎖で、は、同年6月に掲載され、3月15日と題されていた。このシリーズは一冊の単行本にまとめられ、さらに2編も追加され、素人の金庫破りという表題となり、 翌年に出版された。ホーナングは、ドイルのシャーロック・ホームズと同様な物語形式を使い、ラッフルズとその共犯者である、バニー・マンダースを、ホームズとワトソン博士の犯罪における対局に置いた。ただし、ローランドは、ラッフルズとマンダースが、ワイルドとボージーの小説家でもあると記している。またホーナングはこの本を儀系である、ACD に、お追従の形で検定した。 ドイルは物語を書くことに対する警告を行っており、その微暴録の中で我々の言語で書かれたこれらよりも素晴らしい短編の例は少ないが、それらの提案するものにむしろ危険なものがあると考えると告白する。彼が紙の上にペンを置く以前に私は彼にそれを告げており、その結果が私を飽きさせることを恐れる。あなたは、 犯罪者を英雄にしてはならないと回想していた。この本は人気を呼び、財政的な成功だったが、ドイルの恐れと同じことを言う批評家もいた。雑誌、スペクテーターの書評価は、厳格な道徳主義者ならばこの本の設定を、新しく、独創的で、技巧的だが、古いタイプの英雄に関わる素やな原則の非難すべき、適用、すなわちジャック・シパードとディック・ターピーンの崇拝だと、 考えることになると記していた。この本は、マンダースが囚われ、ラッフルズが死んだと思われる形で終わるが、スペクテーターの書評家が、この大胆にも娯楽性のある本が安い形で、出版されなかったことに満足感を表す。美徳に対する惨事よりも、高度な技術の技を強調している何かを残した。A.J. ラッフルズ、1898年に、 登場1899年に死には話をしないと1900年にペイコビという2編の小説を発行した後、1901年にはラッフルズの2冊目の短編集、黒いマスクを出版した。無一文に近いマンダースが年取った病人の看護師に応募するよう告げられ、その病人がラッフルズであることを明かす。マンダースはラッフルズのことを20年も年取った。 少なくとも50歳のはずだ。髪は白く、それについてトリックはない。顔は、さらに白い。名や口の縁にあるシワは多く深いと表現している。その短編集の最終話、神の膝で、ラッフルズとマンダースは、第二次防和戦争で戦うために軍隊に入る。マンダースが負傷し、ラッフルズが戦死して、物語が終わる。批評家は、再度犯罪の側面について、 苦情を言った。スペクテーターは、この書の本は犯罪をあまりに面白く、魅力的な形で提示するので、道徳的にはなれないと宣言し、イラストレーテドロンドンニュースの書評家は、ホーナングの発明が明らかに注意を与えている。強盗が古きイングランドの栄誉については見えているのを聞くのは、著者が決して意図しなかったような意味で笑うべきである。ペイコビを書いた人がこれを止めるべきであるのは、 哀れむことである。と考えた。1903年、法南具は、友人プレスブレーと共同で、四幕物の劇、ラフフルズ、素人金庫破りを書いた。これはそれ以前に出版した短編の中で、紳士と祈る人と、リターンマッチを元にしていた。この劇は、最初に1903年10月27日から、ニューヨーク市のプリンセス劇場で公演された。 ラッフルズの役はカール・ベルーが演じ168回上演された。1905年、それまでに他に4冊の本を出した後、イラリーの犯罪者の中で以前に登場したスティンガリーを再度使った。同年後半、読者の要求に応えて夜の泥棒という題で3冊目のラッフルズもの短編集を制作した。この中では、 マンダースが自身及びラッフルズの以前の冒険について語っている。ボストンヘラルドの書評価は、この小説の感傷的な面が、それまで劇的に、またロマンティックに見られたことがなかったと考え、この本をスリルがあり、興奮すると評した。次の本は1909年になって出版された、ラッフルズものとしては、最後、長編のミスター・ジャスティス・ラッフルズだった。 このフォーンはあまり受け入れられず、ジオブザーバーの書評家は、ホーナングがおそらくラッフルズにやや飽きてきたかを問い、それは魔法でもなく最初のラッフルズの流れでもない。それがあるかのようなふりをするのは良くないと述べていた。この時期にチャールズ・サン・ソムトンの共同で、戯曲ラッフルズからの訪問を書き、同年11月、ロンドンのブリックストン・エンプレス劇場で上演された。 ホーナングは、その後ラッフルズから離れ、1911年2月にはカメラの悪魔を出した。これはナレーターガズダを患うクリケットの愛好家であり、鉄を扱う父がいることなど、ホーナングそのものであるスリラー小説だった。ストーリーは魂が人体を離れる時を写真に撮ろうという科学者に関するものだった。その後は、1912年に人の塔たち、 1913年に1000番目の女性が出され、さらに同年には8編の短編集、魔術の丘を出版した。この短編集は、ユーボ・デラボイとナレーターの議論も導入しており、ローランドはラッフルズとバニーの再生だと考えた。次の作品、1914年の犯罪博士はフィクション創作の終わりを隠すものとなった。 息子のオスカーが1914年にイートンカレッジを退学し、同年後半にキングスカレッジに入学しようとしていた。イギリスがドイツとの戦争に突入した時、オスカーは従軍を志願し、エセックス連隊に配属された。オスカーは1915年7月6日の第二次、ペルの戦いで戦死した。満20歳だった。ホーナングは、この喪失で心を砕かれたが、 何か良いことがその中から起こってくると断固信じており、信頼される者と愛される者と題するオスカーが家に送った手紙の集積を自ら編集し、1916年に出版した。この頃、飛行機に反対する団体に加入した。1916年あるいは1917年、YMCA に加わり、イングランドで出生する兵士のための仕事を志願した。 1917年3月、フランスを訪れその後の経験について、詩を書いた。詩作は、オスカーの死後に頻繁にするようになったものであり、同年後半には、ジョイ・ショーイのバラットと題する戦争詩集を出版した。1917年7月、タイムズに、詩、木星の十字架を掲載し、9月には、連帯と自由を掲載した。同年末に向けて、 前線に近い工人である YMCA の食堂と図書館でボランティアとして働くことを認められた。アラスの町で勤務していた時に友人から職員用自動車を借りてイーペルに近い息子の墓を訪れ、その後にアラスの図書館に戻った。ホーナングは軍隊の中での平和主義指示に関心を持ち、それについて妻に手紙を書いた。この件について、 妻がドイルに話したとき、ドイルは、法南グとそのことを議論するのではなく、軍当局に話した。法南グは、ドイルの行動を起こり、自分の満足を除いて、おせっかいをする、必要はないと告げた。その結果、この二人の関係がこじれた。法南グは、図書館の仕事を続けていたが、ドイツの1918年3月の春季構成によって、イギリスの陣地が奪われ、 コーナングはまずアミアンへ、さらに4月にはイングランドへの退却を強いられた。同年11月までイングランドに泊まっていたが、再度 YMCA の任務につき、ケルンで休憩後やと図書館を設立した。1919年、フランスで過ごした時期の証言録、西部戦線のキャンプフォロワーの記録を出版した。ドイルは後にこの本について、 その快活な書き方に素晴らしい部分があると記した。ホーナングの電気作者アリソン・コックスはこの本を戦争の前線で体験された最良級の記録と表現した。同年、ホーナングは最後にして第三の詩集、若い英兵も出版した。ホーナングは YMCA での仕事を終えて、ローランドによればおそらく1919 19年初期にイングランドに戻った。 新しい小説に取り掛かったが、健康の悪化によって妨げられた。妻の健康状態も大きな心配事だったので、1921年2月、体力回復のために南フランスで休暇を取った。しかし行きの列車の中でおかんが生じ、それがインフルエンザと肺炎になり、1921年3月22日に死んだ。満54歳だった。 南フランスのサンジアンドリューズで埋葬された。その墓はギッシングの隣だった。ドイルはオーストラリアでの心霊主義公園旅行から戻ってきており、パリでその訃報を聞いてすぐに南に移動し、葬儀に間に合った。ホーナングがドイルの妹とまだ交際中だった時、ドイルは私は若いウィリー,ホーナングが大変好きだ。彼は 私が知っている中でも最も甘い性質で最もデリケートな心を持った男だと記していた。法難具の死後にその栄誉を称え、学識はないが素敵な基地のあるサミュエル・ジョンソン博士だ。誰も巧妙なこととは言えない。その著作はそれなりに良いが、人の力を適切に表現してはおらず、彼の脳の素早さを表現してもいないと記した。タイムズの死亡記事担当記者は、 大きく寛大な性質の人、楽しい仲間と話し噛み手と表現した。ポスターフォーザ1917年の映画、ラフフルズ、素人の金庫炙りのポスター。横顔は主演のジョンバリモアジの経過とともにホーナングの作品の多くは人気をなくしていった。ローランドはホーナングの作品のすべてが忘れられていったが、スティンガリーだけが例外だった。クリケットを愛好する金庫炙りは、 魅力的であり続けていると述べた。犯罪者を肯定的な性格として描く考え方は、法難具の遺産の一つであり、トーエンティースセンチュリーリテラリー・クリティシズムは、批評家たちは、現代の犯罪小説でアンチヒーローのプロトタイプとして、ラッフルズを解釈しても来たと述べている。学者のフランク・アドリー・チャンドラーは、ラッフルズの死について触れ、彼の創作者が彼を、 アンチヒーローではなくヒーローとして描こうとした試みのすべてが当然失敗したと記している。マーク・バレンタインはストーリーの一側面に焦点を当て、ラッフルズによって表現された悪ふざけと高単差の混合であるとし、この点でラッフルズは文学的にザ・セイントやジェームズ・ボンドなど無頓着な人物の前身であるとしている。作家コリン・ワトソンはこれに同意し、 法南グをイアン・フレミングの先駆者と呼んだ。ラッフルズという造形は本の形で生き続けた。作家フィリップ・アトキーはバリー・ペローンという筆名で法南グの遺産管理人からラッフルズの話を継続する許可を得て1933年から1940年に7つの小説を書いた。ラッフルズは回答からタフな冒険者に変わっていた。 ペローンは1950年にもそのシリーズを続け、1974年にはラッフルズ裁縫と題する14編の作品集を出版した。法南具の最初の作品は多くの版を重ね、短編前作品が一冊の本で出版された時に、クレアム・グリーンがそれを素晴らしいアイデアだとみなした。1975年、グリーンはラッフルズの話に基づく擬曲、 A.J. ラッフルズの帰還を書いており、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが、デンホルム・エリオットを、ラッフルズ役に初演を行った。ホーナングの存命中に制作されたラッフルズもの映画が数本あった。ホーナングの死後も映画化が続き、1925年のラッフルズ、素人金庫破りはハウス・ピーターズ・シニア、1930年のラッフルズは、ドナルド・コールマン、 1933年のラッフルズの帰還はジョージ・バロー。1930年のラッフルズはデイビッド・ナイブンがそれぞれラッフルズの役を演じた。1939年の映画はサミュエル・ゴー・レドウィン・プロダクションズが1930年に制作した映画のリメイクだった。学者のビクター・ E ・ニューバーグはこの映画を登場人物の最も記憶に残る造形だと言った。 BBC ラジオは、ホーナングのラッフルズもののいくつかを、ラジオドラマ化した。最初のものは1940年代であり、1990年代には、ナイジェル・ヘイバースが、ラッフルズの役を演じた。1977年、アンソニー・バレンタインが、回答役を、クリストファー・ストラウリが相棒を演じて、ヨークシャーテレビのドラマが放映された。2001年のテレビドラマ、回答も、 統制風に本案したものであり、ヘイバースが主役を演じた。ホーナングを描いた漫画、スチュアート・ボイドが1904年ホーナングの文体は、その明快だがシンプルなスタイルで広く称賛されている。オリバー・エドワーズはタイムズの記事で、ラッフルズものの本の最も魅力的でない部分で、あってもシンプルで、平明で、気取っていない言葉遣いであり、それで、それぞれの本が書かれている。 と書いている。同じタイムズの死亡記事担当記者もこれに同意し、法難具は良好で明白な叙述の力とミステリーと驚きの才能があるとも考えている。コリン・ワトソンもその点を検討しており、法難具の文体に必要以上の説明が避けられ、行動の表現は等を得ていると言っている。一方ドイルは妥当な形容詞と妥当なくの突然な使用を称賛している。 作家でジャーナリストのジェレミー・ルイスは鮮明さについてはきらびやかなキプリングのような味わいと見るものがある。批評家はホーナングの物語と小説の構造がよくできていると主張した。ジョージ・オーウェルはホーナングが大変誠実であり、そのレベルでは大変有能な作家だ。完全な効率を気にする人なら誰でも彼の作品を称賛しなければならないと記した。 ワトソンは、ホーナングの文体にペースがある。物語がどんなに若げたものでも、読者を活発にすると述べている。コックスによれば、ホーナングの経歴の間に、その作品は着実な成熟を示したとしており、その点ではドイルも同意しているが、エドワーズは同意せず、犯罪博士がホーナングとしては弱い方の本の一つであると考えている。ホーナングが、 登場人物を描く方法は当時の作家たちとは異なっていた。コックスはホーラングがしばしば犯罪の全体像から書くことを選んだと述べており、法ングの小説の多くが筋書きの主要な要素として犯罪行動を含んでいるのに対し、コンテンポラリー・オーサーズの批評家はその作品が犯罪小説のジャンルには属さない法ングの作品は偽りの固有性、紛争、 縁を切られた女性相続者のような一般的創作の要素を含んでいると述べている。学者のニック・ランスはラッフルズものの3つの分類を同定している。新しい女性の登場ラッフルズはロマンスとの関わりを避けるか、その目的を達するために女性ののぼせ上がりを利用している。財閥の登場ラッフルズは上流階級と同じ程度の成り金から盗みを働く。さらに、 中流階級意識の感覚を再確認あるいは再構築することを求めた物語という分類だった。この三つ目の分類は社交界の一員ではなくクリケットの能力とそれに伴う名声のゆえに受け入れられるラッフルズに基づいていた。この観点からラッフルズが金持ちから盗むことはピューリタンの価値観のために光栄となる行動であり、それは 中流階級の価値観を作り上げるものと考えられる。ただしランスは、それらの価値観が階級間の境界を変えることによって曖昧になると言っている。ガリー・イピーは同じ指摘をしており、ラッフルズの大胆な功績特有層を呼ぶ冒険は、世紀の変わり目において、ビクトリア朝の感受性に対して大きくなる反乱を象徴していると考えている。ラッフルズ、愛国的なムードにあり、 ビクトリア女王の在位60周年の祝いに盗んだ金のカップを送ったホーナングは科学や医学の発展に遅れないようにしており、その物語に取り込むことに熱心だった。コンテンポラリー・オーサーズの批評家はホーナングが現代性に敏感であり、新しいアイデアに決定的な興味を持っていたと述べている。カメラの悪魔ではカメラという現代技術を 筋書きの中心となるものに使っている。一方、犯罪博士の主人公は、犯罪者を同定するために、心理学を使っている。ラッフルズの物語を通じて、愛国心が断続的なテーマとして出てくる。作家のウィリアム・ビビアン・バトラーが、超愛国者というほどである。短編、エイジュベリー・プレゼントの中で、ラッフルズは、ビクトリア女王の在位60周年を祝い。 大英博物館から金の酒を盗み、それを女王に送って、マンダースには世界でも絶対的に素晴らしい君主によって60年間を我々は支配されてきた。と告げていた。神の膝では、ラッフルズは第二次防和戦争での従軍を志願し、名前と神の色を変えている。マンダースには母国のために染める用意があると冗談を言っている。あとには、 スパイの正体を暴くために、上官に自分の正体を告白している。縄の影、英雄なし、千番目の女性などホーナングの小説のいくつかは、現代的で好ましい描き方で女性を表現していることで特徴がある。コンテンポラリー・オーサーズの批評によれば、社会における女性の不平等な地位への関心を示している。コックスは多くの作品を通じて、 罪悪感というテーマを挙げている。ペイコビでは、牧師が以前の犯罪を償おうとしながらその生を生きている。縄の影では、ある女性が、夫の殺人を告発する。千番目の女性では、ある女性が、愛人が殺人で告発された後で、その傍らに生きている。法南グのオーストラリアでの経験は短かったが、 1899年に出版された、ヤブから現れた花嫁から、死後に出版された、年取った違反者といくつかの古いスコアまで、文学作品の多くに影響を残している。チャンドラーによれば、ホーナングの著書の3分の2近くが、何らかの程度で、オーストラリアでの出来事と経験に言及しており、ラッフルズまでも、オーストラリアでその犯罪経歴を始めている。ホーナングの作品のいくつか、 ヤブから現れた花嫁などは、オーストラリアの環境を消滅する正確さを、賞賛されている。ただし、悪巻の3月のように詳細が、ストーリー展開を圧倒している場合もある。オールドラッフルズは、例外的な犯罪者であるかもしれないし、そうでないかもしれないが、クリケットの選手として彼は、ユニークであるとあえて言おう。彼自身、危険なバット、輝かしい運動場。 そしておそらく彼の時代の中で大変素晴らしく、ゆるりとしたボールを投げる人だラッフルズに関する、マンダースの発言、素人の金庫破り、1907年クリケットは、ホーナングの修正愛好したものの一つであり、1907年にメリルボンクリケットクラブの会員になれたことを喜んだ。このスポーツはその作品にも活かされており、ラッフルズは、ジェントルメン・オブ・イングランドでプレーする。 フランスは、ラッフルズが法を破ることとクリケットを比較して、犯罪は、もう一つより良いスポーツであると認められると述べている。ラッフルズはゲームを時として、軽く見ており、ジェントルメンプレイヤーズに属する、マンダースに、あなたが人のスプーンを望む時に、その見柱もを取る満足感は、どこにあるのだとコメントしている。バレンタインも、その点を検討し、ラッフルズがクリケットを、 私の性癖について、人に与える栄光ある保護だと褒めていることを挙げて、犯罪行動の前線にあると見ている。ワトソンは、ラッフルズの行動をスポーツマンであるということの、幅広い流れの中で検証し、その行動は、なしたものとなされなかったものの道徳規律の中にあると見ている。オーウェルはその随筆、ラッフルズとブランディッシュ城の中で、ラッフルズが自責の念を感じたときに、 ほとんど純粋に社会的である。古い学校を不名誉に感じており、礼に正しい社会に入る権利を失い、そのアマチュアの状態を放棄して、下劣な男になったと述べている。ありがとうございます。